へいよーケンツムシです。今日もねこれやっていくんですけども、皆さん、さあ来ましたよ、声やり動画でございます。さあ皆さん、こちらのカードタスクやってますでしょうか。このタスクを回収して、このねゴールドが最初にもらえて、ね、ダメージディーガーとかね、クエストがあってカードがもらえたりとか、タワーアタッカーとかね、よう分かるやつやってゴールドもらえたりして、いろいろ進んできますと。でね、マイティディーガーね、こう1個レベル上がってね、銀色になってね、これがどこに飾られるかっていうと、ここにね飾られるっていった部分で、かっこいいといったところですね。どんどんアップデートされて、今度はゴールドが1万もらえますよっていった部分で、この1つにつき3つ、ここにも3つで、ここが追加されて3つの合計9レベル上がるのがあって、最終的に10レベルになってかっこいいバッジになりますよっていう、アップデートでございます。で、昨日ねこれについて動画出したんだけど、声が入ってなかったよ。いや、正確に言うと声は入ってた。ただ YouTube に動画が上がった時に変わったんよね。で、俺容量開けるために動画消してたんよ。だから、どういうことかっていうと、無音動画が上がって散々大喜利会場になった挙句、元動画も紛失したから、あんだけ二十何分か喋ってたのがチャラって言ったところですね。で、昨日何を喋ってかっていう喋ってたかっていうと、まあ、説明するんですけど、このね報酬見てって、これは無課金でね、できるもので、まあ、カードのね、こういうやつがあるんですけど、これの報酬がね、マジで美味しくて、これ全部計算すると、こんな感じで、もらえると。で、ここのね、画像見ていくと、最初の一つ目の段だと、それぞれね、カードがもらえて、で、2個目クリアするとゴールドがもらえると。で、3つ目クリアすると、150円もらえるっていった感じで、これが2つ目のもの。はい。で、3つ目がまださ、こう、未公開なわけじゃん。ただ、こんだけで、報酬がもらえるよといったところで、ここの報酬をですね、全部足すと、どうなるかっていうと、こちら。カードが9120枚。で、ゴールドが154万1000ゴールドもらえます。で、ワイルドカードが9116枚。で、エメラルドが5万400。これ、無課金で手に入れるんですよ。やばくない？無課金で手に入れることができる、もう、凄まじいよね。これマジでめちゃめちゃ熱いと俺個人的に思ってて、まあ、最初はその5勝するみたいなね、こうイベントなんですけど、まあアンロックされていくの見ていくとダメージ与えていくとか、まあシンプルにやっとれば勝手にクリアされていくものなんで、ここの1つ目と2つ目の状態で5万400目だよ。3つ目やったら、もっと報酬豪華だったら10万エメとかいくんじゃねって感じなんですけど、一応理論上無課金で手に入れることができる。で、多分ここの3つ目のやつは、タワーレベル14とかじゃないとできないとかかもしんないんで、でも現時点で5万までもらえるってなると、マジ熱いし、この情報を知らない人は時すでに遅し、剣詰めしってね、いう感じなんですけども、ぜひね、この報酬ゲットしてほしいなっていう、激アツイベントでございました。で、バッジがね、クソダサいだの何だの言われてるし、ここね、ぐちゃぐちゃだし、もうやめてっていう感じだと思うんですけども、まあ、報酬が美味しいから、いいよね、といったところでございます。ということで、残りの時間ですね、まあ、いろいろ喋りながら、このね、遅延スケラ、マイティ型が強いっていうところを、これ動画ね、また後日出すんですけど、先にね、やっちゃおうかな、といったところで、動画昨日撮って出したの。見てくれたみんな、プレイ。めっちゃマイティ上手かったよ、俺。ガチでマイティ強いじゃんっていう。このデッキの強いところを紹介すると、何？強いんだよ、とりあえず。察してくんね、マジで。なんで強いかっていうと、このね、HP が高いんよ、マイティって。ナイトとかバルキリーより高いから、まあ、シンプルに、スケラの壁役として優秀。うん、タンクカードっていう部分で優秀っていうのと、まあ、あと単体効果力だから、まあ、結構使える。そう、ちょっと待てよ。相手、メガニーツとこんな。で、あとは、スケラってさ、よく皆さん使っててあると思うんだけど、いちいち効果になっちゃいましたってなった時に、みんなどうしてる？普通に多分お悩み相談所に電話してると思うんですけど、いちいち効果になると、スケラってクソ弱いんよ。ただ、マイティの必殺技である、敵陣に出してからの、あれだよ、あれ。あれをすると、めっちゃ強いじゃんっていうやつです。で、これ、トルネで、ベビドラの範囲攻撃。ちょっと、まあ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 。まあまあまあ、ここドリルでね、ホリ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 してあげて、そう、ザップ打つけど、これ、マイティの出番が来るんじゃないか？ウォールブレイカーで釣らせないよ、と。あ、それ美味しい。よいしょ。これ、ウォールブレイカーする？あ、オッケーオッケーオッケー。大丈夫大丈夫大丈夫。
まあまあ墓石でちょっと茶濁して角みたいな感じですね。で、まあその11効果になっても、一応ね、2本目に、まあしっかりと備えた攻めができるといった部分で、確かに理にかなった強さだなっていったところで、昨日めっちゃプレイ良かったの。ただ、ね、6万再生もついてたの、再生回数。無音で。いや、そんな気になるさ、タイトルだし、そのね、有益な情報だから俺も、ね、みんなに伝えようと思って動画作ってるんだけど、6万再生されて声なしってマジ渋くね。イサポロンからも LINE 来たわ。朝、見たら声入ってなくてバグかと思ったわ、つって。取れないでこうだな。うん。さあ、これでベビドラの攻撃がなぜか当たらない。なんでだよ、おい。マジで、渋いですけども。これワンチャン、じゃ、体力が高いですね。はい。高いです。これ、ボールブレーカーキング起動してるんだけど、今はね、話に集中したいんで、ちょっとまあ落ち着きつつって感じですね。ガゴめんどくせえ、これ。うん。スケル打つわ。まあ、これベビドラで処理すればいいでしょうと思ったら、くっそ機嫌にガゴが飛んでったわ。ちょ、待てよ。マイティ。オッケー。マイティいいよ。ちょ、やってくね、そいつ。あ、やんねえか。やんの？やんねえの？やんの？オッケー！よいしょ。はい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 。やばいな。ちょ、待って。はい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 。ウォルウェイが来るよ、みんな。オッケー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 。大丈夫大丈夫大丈夫。落ち着いていこう。いや、いいとこに出すね、アチャクイをさ。ちょっと待ってよ。かっこいいとこ見させて。アイビス出すよ。うん。オッケー。これマイティでいこうか。一匹用でいこう。オッケー、いいよ。ガゴが来たらめんどくせえな。そんなことないよ。さあ、これでどうだ。さあ、これは結構、辛いんじゃねえか、相手。まあ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 。まあまあまあ。こうですね。さらに避けると。いや、めっちゃよくね？めっちゃ熱いんですけど、それ。さあ。ちょ、待って。下手くそすぎバロタじゃない、これ。いや、大丈夫。落ち着いて、みんな。大丈夫よ。ここまで、ね、やっといて、完璧な守りを見せるっていうオチですよ、皆さん、これは。そこはさ、言わんくてもわかるっていうかさ、ね、そういう感じじゃない？いや、今の、やばいよねっていうのを、ま、こう見せといて、こっからまくるよっていう作戦です。これ勝ったらみんなチャンネル登録してね。うん。って言って、伸びてる YouTuber 多分見たことねえわ、俺。はい、ウェイ、オッケー。さあ、もう、待って、それなんかさ、ザップとさ、いろいろ入ってたの、よくなくね。頼む。ここ。でも勝った。はい。よし。ってか感じです。はい。まあ、まあ、シンプルにそのスキルの、カードとして役立つよーっていうものです。ちょっとさ、昨日のさ、方がさ、マジで、うまくいってたから、見てほしい。でね、YouTube ってアナリティクスっつって、なんかデータがいろいろ見えるんよ。ね、データが見えるんだけど、その、動画の平均視聴時間っていうのが出るんよ。だいたい俺の動画って10分とかの動画だったら、まあ、6分ぐらいまで見られてますよっていうデータがあるんだけど、そのね、起動できる？ありがとう。そのデータ見たら、昨日の動画30秒ぐらい。30秒ぐらいで、みんな消えてった。多分、開いて、ん？あれ？俺、携帯壊れたのかみたいな。カチ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 ってやって、なんかコメント欄見て、ん？なんこれ？どっちだみたいな。携帯か、何？この人たちがふざけてるのかどっちかみたいになって、っていうやつです。はい。さあ、これはロケット来るか？いや、これさ、避ける意味があんまない説ない。まあ、アイビズがいてよかったよねって話になるんだけど、いや、いまいちスキルのあれが、よくなかったね。今のはシャシャった。シャシャリマイティすると終わりです。てかさ、マイティディガーのさ、その呼び名、いろいろあるけど、で、みんなマイティって呼んでんじゃん。
けどさ、マイティーディガーって名前で、海外だとマイティーマイナーっていうの、マイナーっていうよね、ディガーのことをね。だ略して MM って呼ばれてるらしい。そう。だ俺は、あれで呼びたい。なんだっけ、マイマイ。うん。マイマイが良くない？可愛いし。さあ、ということで、枯渇になぶられていくコーナーですね。やっていきましょうか。ロケットあんの？どっち？あんの？ないかな？ちょっと待ってよ。これ、吹き矢マジで。冷静に考えたら無理だな、吹き矢のこと。まあ、ポイズン打つかなーっていう感じだよね。打ちます、これは。で、いい処理してくんね。で、消えます。あー、これはいい。いい消え。いや、いい消えなんだけどなー。ちょっとなー、ロケット削りが来る。まあ、これはいい感じにベビーを出したので、湯気しましょう。墓石でもう、守りますよ。ゴブバレ。俺レベル投げと。くんなよ。OK？さあ、使いましたね、と。スケが来るな、これな。スケ来たとしても、みたいな。削ってかねえとな。さてと、ベビドラが入るよ。入んない。どうしようこれ。あえての逆マイティで一回落ち着きの沖縄みたいな話ない？まあまあまあ、まだ耐えてます。せこくない？普通に恥ずかしくないんかそれ。ちょっと待ってよ、ちょ、もうほんとさ、もうマジで昨日の動画の方が絶対いい試合やったって。もうロケットになぶられて思んないってマジで、もう。ほんとにもうマジで。おい、助けてくれよみんな。昨日のなぁ。おい、めちゃ、待てよ。めちゃめちゃドヤ顔でやってたんだけど、あれ、まあまだ大丈夫か。めちゃくちゃドヤ顔でやってたんだよなぁ。ちょっとそれ見せるわ。てか、高回転には弱いからな、マイティ。あんま、みんな、ダメだよ。今さっきのは普通にダメ。そう、マイティも端前からマイティして、なんだ？何が出るの？まあ、これは潜るのもったいないですね。どうせスケとかで抑えられるんで、出来るとこはね、そういうのも分かっちゃうんだよね、本当に。出来るとこは、マイティ逆に飛ばしても、何で受けてくるかまで見てる。さあ、チャックに対して、必死こいてね、まあ、守っていくと。墓石出して、トルネでキングキドー。オッケー。さあ、ここまでは準備 OK ですよ。いや、バルキリーがいないけど、まあ、大丈夫です。待って、あし。オッケー。まあ、これは最初はもうひたすら、もう、イモってください。何で受けるの？スケ？それもロリババで、よいしょ。で、これデリバリー来るんで、さよなら。よいしょ。これですね、皆さん。これが、うまいですね。これウッドできます。はい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 。で、ベビドラ出すと、アチャクイと、あれで受けられると。さあ、ただここはユニットできることによって、カウンティーを、いきますよ。さあ、これ、結構いいカウンティーよ。これ、デリバリーか？どっち？さあ、デリバリー。ただ、ウッドで、それやると？さあ、スケも切った。さあ、ここのマイティどうだ？このマイティ、どうなる？さあ、消えます。よいしょ。これ、大砲が攻撃すんの？ああ、なるほどね。ちょっと、まあまあ、それは2コスト返してください、普通に。ちょ、返してくね、2コスト。それはまあ、返して、本当に。詐欺に等しいよな。まあ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 、エロ漫画先生は置いといて。ここですね、ボスキ。これやるとクエイクが当たんないんだけど、相手早い。恐ろしく早い受け。
先木ちゃん分かったやつおる？ちなみに分からんよな。さて、そんなことはどうでもいいんだマジで、本当にどうでもいい。さあアイウィズ出して、もう逆のファイスピなんてもうご褒美まである。さあもうこれポイズンまで使ってゴリゴリ削っていきたい。さあいないいないバーしてあげて、ウッドスケの、お前変なの寄せちゃった。いやそいつなかったらな、マジで今なったな、そいつなかったらマジだったんだけど。いやクソみてえな受け方したけど、だバルキリーくんね、もうちょっと本当にさ、マイティお前やる気出す、俺か俺なのか、やばいのは。ちょっと待てよ、あるな。てか結局外国じゃね、マジで本当におもんなくない、ハミして結局外国ですかってなるよな。もうアチャ食いが強すぎてさ泣けない、普通に本当に勝てんのよ。いいよ、いやこれはさもう無意味に等しいよな。さあ意外とどうだ、意外と刺さるんじゃねえかっていう。ああまくってきた、まくってきた、やっぱ俺だこれ原因。さあで、あいいいいマジでいい、はいはいはい、はい、ちょっと待ってよ、めっちゃハミしてんだ。あ待って、俺のさあいつどこ行った。いや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 、マジでさあ、わもう本当にもうし、今日ね結構なんかトークおもろい動画にしようと思ってさ、声やるからそうやったけど、ホクホクしてきたマジで。ウッチーちょっとウッチー倒して俺は最後本当に。まあぜひね皆さん、このチエンスケラのマイティ型がちょっと強いプレイ気になるよって方はね、昨日の見てください。もうキレッキレすぎてやばいっすね。そうサボスキー、まあまあ今日の動画はさ、メインは本当に報酬なんで、いいよ、みんなにその報酬が届けばもう俺は幸せです。はい、さあディガ出していきましょう、ディガ受けていきましょう。ベビーロラ出して、さあポイズンかな、マスケ強えよな。でも本当にこのスケラは何、このマイティをあれだね、タンクユニットとして使うのがマジで超大事。これ相手も迫撃だな、マイティ出してあげて、スケー、まあ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 結局スキル使ってもあれなんだよなーっていう。ああいうマスケとかで回収されるのがオチなんで、もうできるだけ無駄なスキルは使わない、それが大事です。さてと、まあ迫撃だろうな、バルーンではないと思うから。さあいい感じの、まあ、迫撃にも、スケルにもタゲ取るんだけど、シケとマイティで、で相手スケ出した、真ん中マスケがちょっとだるいね、これ。いや、これ待って、やっちゃったかも。ディガー防衛、間に合う。痛い、これ、あそこのマスケ。つけなかったから、うだんもさんくてよかったな、取れないなんてうだんくても。まあ、宝石出して、受けときましょう。スケが打ちます。で、ポイズン打ってあげて、オッケーオッケーオッケー、これはいい。さあ、もうシンプルにマイティ使わなくても強いからね、このデッキは。さあ、マイティ出して回転も早めつつ、ポイズン継続も視野に入れてく。
さあ、墓石出しつつの、さあ、ポイズン打ちますよ。さあ、しっかりと受けてあげて、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、ベビードラが、ベビードラじゃない、マスケが強いな。さあ、さあ、しっかりタゲ取って、オッケーオッケーオッケー、ポイズンで処理。さあ、まだまくれますよ。どうだ、回転的にマイティ出しといて、受けといて、さあ、これポイズン打ってあげて、ロリババで守ると。最低はスケラをずっと警戒しますね。さてと、あー、タワーに入ってる。あー、終わった、やばいやばい、マジで。はい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 、やべえなー。